涙の五人体制。最後のテレビパフォーマンス。岸優太一生忘れられない思い出に、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング＆プリンスの二つ日 nhk の音楽番組ベヌー百一に出演。二十二日に平野志桜、二十六、岸優太、二十七、神宮寺優太、二十五。 が脱退する前に、5人体制最後のテレビパフォーマンスを披露した。生放送で、アイチャイ版、シンデレラガール、ビューティフルフラワーの3曲を披露。平野や橋山、24、和合休止時折、声を詰まらせるシーンも。平野は、こんな泣くはずじゃなかったと言い、リーダーの騎士は、一生忘れられない思い出になった。最後は全員が笑顔に戻り、締めくくった。午後7時56分からは日本テレビ系。 キングプリンスルのゴールデンスペシャルに登場。22年1月からレギュラー化された冠番組の最終回は1泊2日の新潟旅行に手作り花火に橋がみんなで最高な人生にすると知るし、神宮寺も綺麗な五色になりますようにとメンバーカラーの花火を打ち上げた。長瀬角24は5人の人柄が分かってもらえた番組と語った放置新聞社。 紫輝くんの涙に少し救われた気がしました。友達二人が泊まりに来ているから、頑張って普通に見ようと思ったけど、ラストの曲の冒頭から累戦崩壊して、全然無理でした。11月からずっともやもやしてたけど、やっと紫輝くんの気持ちが見えた気がします。メンバー全員がそれぞれ全力でパフォーマンスして、支え合って、頑張って笑顔でいようとしてくれて、仲の良さがすごく伝わってきて、 どうして5人が一緒におられないのかと、本当に悔しくて、悲しくて、寝れなくて、6時過ぎてしまった。あと2日で奇跡が起きるといいのに、デビュー前から応援してた人は、私には想像できないくらいに辛いだろうが、私は FC に入ってから1年半ほどで、ティアラと名乗って良いの分かりませんが、少しの間だけでも応援できて良かったです。今までたくさんの幸せをありがとう。 五人が幸せでありますように、三人脱退のニュースを聞いたときは、それぞれの道を応援したい、と思っていました。でも、五人での番組やパフォーマンスを今まで以上に見るようになって、こんなに素敵なグループだったんだ、と、仲良くて天然で可愛くてみんな愛されてる。歌が上手い。素晴らしいパフォーマンスをしてくれる。今、キンプリというグループが五人で亡くなることに、すごく寂しさを感じています。もちろん、 それぞれの道を応援します。でも願わくば、また5人揃って活動してもらいたいです。昨日の平野史陽さんの泣き顔を見て、最後までアイドルに徹して綺麗な面だけ見せようとした彼らでも耐えきれないほど内心は辛いのだと改めて感じました。でもメンバーの中でただ一人全く崩れなかった神宮寺優太さん、彼の安定感が頼もしいと同時にどこかで辛い思いを吐き出せているか心配にもなりました。 これでもうヒアノさん歌い出しのシンデレラガールも、この背中をフォローと差し示すワイチャイ版も一生見られないのだと思うと、今は悲しい。悔しい。虚しい。こんなことジャニーズ事務所内のごく一部の人間しか望んでなかったのに、結局誰も止められなかった。契約上は5人の金プリにはあと2日間あるけど、すでに最終日は残留メンバーに終日撮影が入ると公表されているなど、 事務所としてはもう彼らの姿を見せるつもりはないようです。二人の対象は彼らからの新たなお知らせを待つとして、この二日間どんな心持ちで過ごせばいいのかな。